皆さんこんにちは。チャンネル米情報局ナビゲーターの津田まりなです。まりなる気になるサイド B ということで、今回も私の気になることに挑戦していきたいと思います。さて、今私が来ているのはこちら、 JR 亀戸駅前でございます。今回私が気になっているのはズバリ江戸切り子でございます。ガラスの表面に刻まれたあの模様、本当に魅力的ですよね。全国にもたくさんファンがいるこの江戸切子なんですけれども、歴史としては江戸時代の末期から伝わっているものだそうで、現在も江東区を中心に職人の皆さんがその江戸切子を作っているそうなんです。ということで、今回はその江戸切子の職人さんにお会いして、江戸切子の魅力深掘りしていきたいなと思っております。なんと私も体験させていただけるそうなので、とっても楽しみです。というわけで、今回は江戸切子が気になる。通販印刷のアルプス PTS は高品質でとっても安価。その理由は、お客様のお悩みに真心でお答えできる唯一無二の印刷コンシェルジュ体制を作り上げたからです。まずはお気軽にお電話ください。チャンネル米にデータ放送が加わり、地域情報がより充実。身近な河川の水位情報やご近所の降水予想、お近くの道路の混雑状況まで、緊急時も地域の防災情報を発信。チャンネル米のデータ放送はリモコンの D ボタンから。日本の伝統工芸江戸切子の魅力を探るべく、マリナルがやってきたのは江東区亀戸4丁目蔵前橋通り沿いにある彩りガラス工芸。1994年にオープンした、職人歴52年の店主が営む江戸切子の製造販売店です。それでは熊倉さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当に見とれてしまうような美しい江戸切子の数々なんですけれども、はい、こちらはどんなお店なんでしょうか。江戸切子の職人が作って並べて販売しているというお店ですね。だからショップと工房です。あ、工房も併設されているということなんですか。はい、すぐそばですね。そもそも江戸切子ってどういったものなんでしょうか。まあ、江戸時代に始まった伝統工芸のガラス細工ですね。日本の伝統的工芸品に指定されている江戸切子は、いくつかの条件に基づいて作成されています。その条件とは、ガラス製であること、手作業であること、また主に回転道具を使用し、指定された区域で生産されているというものです。熊倉さんに江戸切子の代表的な文様を教えていただきましょう。これなんかどうぞ。いいんですか。どうぞ。失礼します。はい、うわー、はい、格子になっているのは七子模様という、ね、七子模様、はい、江戸切子の代表的なデザインですね。本当にこう均一に美しい模様が入っていて、あとこう底にもね、しっかりとカットが入っている。これはクモの巣という伝統パターンですね。そういった模様にも名前があるんですね。はい、ありますよ。こちらが菊模様ですね。はい、確かに菊の模様ですね。はいはい、あとこちらが市松模様ですね。伝統的な模様ですね。はいはい、あとこちらが菊かごめ、菊かごめですね。菊かごめ、はい、菊とかごめが連続してつながっているという。あ、かごのような模様ですね。はい、ただ伝統パターンなんですね。新しいところではこうやってね、富士山を作ってみたり。富士山じゃないですか、小野村さん。失礼します。富士山があって、こう向けると富士山を奥に見ながら桜が咲いてる。そういうことですね。今の季節にぴったりのデザインですね。はい、歴史と伝統に裏付けながら、お客様のニーズに合わせてどんどん時代に合わせて進化してるんですかね。はいはい、こちらにね、新東京下町風情って書いてあって、これもしかしてスカイツリーですか。そうですよ。
すごい花火が美しい。そうですね。あとすごいなと感じたのが透明度が色の出方が違うんですね。違いますね。これは最後まで磨くということをするので、まず削って砥石をかけて磨くという、はい、これは削って砥石をかけて磨かない、そうするとコントラストがはっきりするので3色に見えるんですね。こちらでは体験もできるっていうふうに伺ったんですけれども、はい、今この江戸切子について聞いてたら本当に奥が深くて初心者でもできるのかしらと思ったんですけど、できますか？できますよ、はい、小学校3年生からやってますね。子供でも体験できるんですか？初めてなんですけど体験私もやらせていただいてよろしいでしょうか？はい、どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、工房の方にやってきました。ということで早速なんですけれども、はい、まずは何からやっていけばいいでしょうか？練習ですね、はいはい。こちらでグラスに星模様を入れていただく、はいはい、それが基本ですね、はいはい。まずは熊倉さんの見本から。グラスの底と側面に星模様を入れていきます。それで、ね、ここに十文字を入れる、はい。そしたら今度は対角線を入れる、4本の菊模様というまあ、星模様ですね、はい、それを入れてみる、まあ、見えますか？本当だ、ね、はい、グラスはここが一番簡単なんですね。平面ですもんね、はい、今度は横に行きます。グラスというのはやっぱ横もありますからね、はい、真ん中に乗せてグラスの形に合わせてこういうふうに回す。難しい、はいね、はい、そうするとこうなる。今度は斜めですね、45度に乗せてこれをひねって、ひねり、ひねり、そうなんです。直角に動かすためには彫刻刀をこう回すような感覚でひねって直角に動いてるね。そっか、球体のグラスの側面に斜めに線を入れるためにはちょっとこうひねらないといけないんですね。そうなんです。いつも直角になるってことですね。こう回り込むってことね。すごい。じゃあまずは練習ということで人生初の江戸切子をやっていきたいと思います。まずはこの練習用のグラスの底に小さい星模様を入れていきます。よろしくお願いします。はい、どうぞ、はい、緊張する。一本線入れるのも困難だったんですけど、ちゃんと垂直に真ん中に、ここだ。4本の線がきれいに中心で交わるよう丁寧に削っていきます。十文字までは結構いい感じじゃないですか？うん、これはね練習の練習ですから、今度はこっちが本番ですよ、はい、あ、はい、まだいいんですか、うん、もういいですよ。いや今度はこっちでやってください、はい、真ん中は一つだけです。真ん中は一つだけです、はい、結構プレッシャーかけに来ます。いやこれは練習の本番です。マリナル行きます。どうして行くんだ。あ、真ん中じゃない、やっべ。全然真ん中に入らないし全然対象にならないんですけど。結構できる人じゃないですか。大丈夫ですよ、ね、この調子ですよ。難しい、うん、初めてならいいでしょう、ね、はい、今度はそれより難しくなりますが、はい、横にやってみましょう、はい、横に、ね、斜めの線を。あ、いいじゃないですか。あ、結構うまくいきました、うん、練習はクリアしました。大丈夫です。これ本当ですか、うん、はい、大丈夫です。うまいですよ。これこれでも地獄みたいですけど、うん、まあ大丈夫です。初めてならしょうがないですけどね、はい、地獄から天国みたいな、こっちはいいですよ、うん、本当ですか。こっちの方が難しい。本当のこと言って10倍難しいんですよ、うん、今度は書いてはそのままやるということですね。なるほど。デザインを下書きして、うん、そこに沿って作るってことですね、はいはい、いやちょっと初めてやりましたけど本当に職人技だなって体感しました。いやまだこれからです。あ、そうか。さあではグラスの色を選んでいくわけですね。はい、これはね難易度順に並んでます。グラスの色によって難易度って違うんですか？違いますね。
向こう側を削る工芸なんで、さっきは透明だったんですけど、はい、今度は色をこうして見なきゃならないんで、はい、濃いと見にくい。あ、確かにさっきは透明のグラスでこうやって、ね、作業しましたけど、色が濃いと向こう側が見えないわけですね、うん、見にくいんですね、はい、だからそれは難しそう、うん、難易度順に、ただもうこのチョイスは自分の好きな色を選んでいただく。じゃ あの難易度中 で、 そうです、ね、この色もすごく素敵ですね。あ、珍しいと思いますよ。作品になったらきっと素敵でしょうね。うん、まあできてみないとわからない素敵かどうかは私次第グラスの色が決まったらデザインを決めていきます。最初練習したものでもあるので、私これそこに入れようかなと思うな、うん、これはいい柄ですよ、はい、そこに入れる文様は初心者にもおすすめのキッカモンを選びましたよ。できるかしらという。さあ、熊倉さんにここまで描いてきていただきました。ここからこの対角線をつなげるっていうことですかね。そういうことですね、はい、はい、これじゃあこの定規を使って線を引いていきます、はいはい、こちらは割り出しと呼ばれる作業。削る際の目安となる印をつけていきます。まあ今これからこれを削っていきますけども、はい、これは完成の線がうちの2番目の線だったら、ちょっと手前のここで止めてください。はい、わかりました、はい、ここまで描けたら側面のデザインはまた後でっていうことなんですね、うん、そうですね。グラスの難易度というのはこことここでは全然違うんで、ここは終わったとすると、はい、ここが明るくなってやりやすくなるんですね。光が入りますからね。そうです。でこっち見にくいですから、はい、それから難易度が高いんで、ここを割らしてからです。まずはじゃあここからやっていきたいと思います、はいはい。さあ、それでは早速そこに菊模様を入れていきたいと思います。この下書きがどんな菊模様になるのかご注目ください。まずは十文字に入れていきます。あ、さっきよりは真ん中に入ったんじゃないでしょうか、うん、はい、で大事な十文字の2本目です。あ、どうでしょう。まあ大丈夫でしょう。最初の練習と比べると結構真ん中に入ったのかなと思うんですけど、どうでしょう。入ってますね、はい、大丈夫でしょう。大丈夫ですかね、はい、まだ、はい、怖いこんな感じです。では続けて対角線いきます。はい、4本まで終わりました。さっき練習でやった星模様その倍ですね。あと4本あと4本ですね、はい。できた、できました。え、結構我ながら綺麗にできたと思うんですけど。この次ね、これを太くします、はい、ね、まだ始まったばかり。始まったばかり、はい、もう終わったみたいなこと言っちゃった、はい、さあ続いての工程は、先ほど入れたこのガイドラインの細い線を実際にこう太く削っていって、江戸切子らしくしていく工程ですね。そうです。荒摺りという言い方をしますね。荒摺りっていうんですね、はい、わ、緊張する。おお、十文字まで行けました、うん、いいですね。こんな感じですかね。そうですね、ちょっとずれてるけど、うん、いや、次の工程でそれを直していきます。はい、はい、このままやっていきます、うん、はい、なんとか長い線とかいろいろあるんですけど、うん、いや、次の段階でそれを合わせていきます。心強いです、はい、いや、楽しい。荒摺りが終わると体験では最後の工程となる石掛けです。こちらでは
カット面を細かく調整し、より滑らかに仕上げていきます。傾くとエギが立って回転し始めるんで曲がるんですね。まっすぐまず縦の十文字できました。わかります。ちょっと線が太くなって透明感が増しますね、どうでしょうか。完成にちょっとは近づいてきたんですかね、そうですね、はい、ちょっとずつ微調整しながら、他の線もしっかり磨いて調整していきたいと思います。まっすぐ入るとやっぱり本当にまっすぐな線になるけど、ちょっとでも手の角度が歪むと全然仕上がりが違う。はい、終わりました。ちょっと綺麗に修正できたかな。いや、初めてですからね、なかなかでしょ。ありがとうございます。この後まだ次の工程があるんですか。今度はね、磨きをします、それはね、僕がやります、最後はカット面に光沢を出す磨き。磨きはガラスが割れる恐れもあるため、熊倉さんが行います。できました。ありがとうございます、はい、あ、結構綺麗。思ってたより綺麗にできました。ピカピカ度がかなりアップしましたね、まさかこんな風にできるとは思ってなかったです。なかなかですよ。ただまだこの次は側面の側面ですね、作業に入るわけですね、そこの作業が終わると、続いて側面のデザインに入ります。側面はカーブしているため難易度が上がるそうですよ。さあ、側面のデザイン下書きが終わりました。今回は伝統的な千本というものに挑戦したいと思います、縦にこういった形で長さを変えながら模様を入れていきたいと思います。さあ、それでは側面に挑戦したいと思います。側面の方が難しいということなので、球体ですからね、こう丸くなってるんで難しいと思うんですけど、頑張ります。ではもういきなり参ります。めちゃくちゃ難しいです、いや、そこも難しかったんですけど、そこに比べてこの側面は一層難しいです。このちょっと丸みのあるところに掘っていくっていうこともそうなんですけど、そこってこうやって掘っていくので、ちょっとこう光が入ってくるんですよね。それに比べて側面はこうやって掘るので、こうガラスが二重になって見えないです。本当にこう手先の感覚とかそういったもので調整していかないといけないので、そういうところが本当に難しい。誰も助けてくれない世界ですね。もう本当に自分の手の動きだけが頼り、だから僕も全然見えないんでアドバイスができないわけですよ。アドバイスしてくれないなと思ったらやっぱそうですね。いやいや、できないんですよ。できないんですよ。見えないんですよ。見えないですもんね。やってる本人しか見えないし、やってる本人もそんなに見えてないっていう、続いては側面の荒摺りです。マリナル頑張れ。なんか根元だけ深くしたいのに、なんか難しい、上の方行くときに力入ってるみたいですね、もうちょっと最後力を抜かないと、いやいや、上の方はね抜くんですね、こっちは前だから上上げないでくださいっていうのはそういうことなんです。砥石の方でやりますか。いいですよ、その感じでやってみれば、なんかね、職人モードになってますね、職人モード慣れてます、なってますよ。ありがとうございます、さあ、側面の荒摺りが終了しました。ここから砥石掛けの作業に入っていきます。ここでちょっと曲がっていたり短かったり長かったりを微調整していこうと思います。サンドペーパーの、細かいものでそこを磨いてる、削り落としてる、細かく削ってることを磨きって言ってるんですね、どうですか。
磨いたところだけピカピカになって、それをレールに沿って少しずつ下げていく、はい、それで上面を上げていく、はい、ザラザラ感を取る。やばい、曲がっちゃった曲がっちゃった曲がっちゃった。一気に上げすぎると曲がります。一気に上げすぎちゃいけないですね、うん、そうですね、ちょっと手が曲がりますね。難しい。右手が上がるんですね。右手が上がってる、うん、このまままっすぐ中心に、うん、北山でまっすぐ、はい、側面の石掛けも終わり、最後は熊倉さんによる磨きです。さてさて、どんな作品に仕上がったのでしょう。はい、ということで初めての江戸切子体験が終了しました。やってみると一つ一つの工程が本当に難しくて大変だったんですけど、まあ、仕上がりは結構きれいにできましたね。うん、ありがとうございます。仕上げていただいたグラスがこちらです。磨いてもらって結果ピカピカになりました、うん、そして今回ちょっと私のわがままで特別に、うん、本当に特別に熊倉さんに馬を入れていただきました。すいません、わがまま言って、はい、ありがとうございます、はい、フリーハンドであっという間に掘ってもらったんですけれども、世界に一つの宝物になりました、うん、あの自宅で、あのお茶も飲めますから、はい、ね、いろいろ使ってください。はい、大事に使いたいと思います、うん、でも初めてだったんですけど、腕前といいますか、どうでしたか。夜ですけど、馬だけにうまくいってますね、はい、お後がよろしいようで。熊倉さん、今日はどうもありがとうございました。本当に楽しかったです。はい、じゃあ家に帰ってと言いたいところなんですけど、ちょっともう家まで待てないので、この後亀戸駅前のあるお店を予約しているので、グラスを持ち込んでちょっと移動してみたいと思います。 CM の後は作りたての江戸切り子で乾杯。いただきます。チャンネルベイにデータ放送が加わり、地域情報がより充実。チャンネルベイのデータ放送はリモコンの D ボタンから。続いてマリナルがやってきたのは JR 亀戸駅の近くにある餃子専門店、その名も亀戸餃子本店。提供メニューはなんと餃子とドリンクのみ。1953年の創業以来、亀戸といえば亀戸餃子と言われるほど根強い人気を誇るお店です。さあ、早速店内に入ってきました。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。ノイロは何か申しますか。あ、ビールいただいてもいいですか。はい、お願いします。実は亀戸餃子の大ファンで、あの買いに来たこともあった。早い、はい、ありがとうございます。餃子2皿出ますね、2枚出ます。はい、ありがとうございます。こちらはもうメニューは餃子のみなんですよね。何十個でも食べられそうなお味なんですけど、はい、特徴って何かあるんですか。野菜が中心なんですよね、はい、でお肉も入ってますけども、野菜が中心でシャキシャキした感じですね。あっさりしてますね。そして幅広い世代の方に愛されているんですけど、はい、多い方だと何皿ぐらい一人で食べるんですか。この間42皿という方がいました。42皿っていくつになるんですか。1皿5個、5個かける42、210個ですね。すごい、はい、女性だと大体どれぐらい。5、6枚まあ召し上がること、まあ、平均的ですけどね。で女性でも30歳いますからね。もうペロリと食べられてしまう美味しい餃子なんですよね、はいはい、ちょっと早速じゃあその自慢の餃子いただいてもいいですか、はいはい、本当にね、あらゆる時間ずっとお客さんで、まあね、早い、はい、ありがとうございます。あともう一つ焼いてます、はい、どうぞ。美味しそう。もう席に着くとすぐね、この焼きたての美味しい餃子が出てくるんです。ちょっとじゃあ特別に持ち込んだグラスを使ってビールもいただこうと思います。嬉しいな、餃子とビール久しぶりだ。見てください、これビール注ぐとまたこのグラスいいですね。もう幸せ。
あ、もうキンキンに冷えてます。結構切り子体験時間かかったんですけど、その間こう喉も乾いてたので染み渡ります。さあでは早速この美味しい餃子食べていきます。わあ美味しそう。焼きたてつやつや、焼きたて熱々の餃子、そのお味はいかがでしょう。これこれこれ、皮がカリッとして中のお野菜の旨味がとにかくしっかりあって、このままでも美味しい。そしてとにかく軽いんですよ。1人2皿以上の注文ということになっているので、席に着くとまずこう1皿提供されて、その後食べ終わる頃に2皿目が提供されるということになっています。はい、失礼します。こちら2皿目になります。どうぞ。失礼します。どうぞ。いや、2皿余裕でペロリですけど、はい、店長、あのこちらは亀戸本店ですけれども、はいはい、他にも店舗あるんですよね。あと錦糸町と両国、あと大島ですね、はい、3店舗、全部で4店舗あります、はい、このメニューが餃子だけっていうのはこの本店のみなんですか。そうです、はい、昔は当初もあの他の4店舗も餃子だけだったんですけども、でそれ時代のともに流れて、やっぱりライス欲しいとかチャーハン欲しいとか、そういう方が増えて、他の店舗はチャーハンとかラーメンとか置いてるんですよね。本当にひっきりなしに撮影させてもらってるのが申し訳なくなるぐらいお客さんが途切れないですよね。そうですね、おかげさまでなんとか、はい、やっぱり常連さんとか地元の方多いですか。そうですね、やっぱり平日はやっぱり多いですね。土日はやっぱり地方からの方が多いですね。やっぱり亀戸といえば亀戸餃子ですね。ありがとうございます。2皿目ももうラストだ。この餃子とからしって初めてのね、このお店で私体験してびっくりしたんですけど、合うんですよ。ああ美味しい。やっぱり餃子とビール合いますよね。いや、ほんといい日だな。すいません、もう一皿もらってもいいですか。素で頼みましたはい、ということで再び JR 亀戸駅前に戻ってまいりました。今日は一日江戸切子に挑戦して、作ったグラスを使ってビールと餃子楽しんでいったわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。いや、江戸切子って本当にずっとやってみたくて、私がもうずっと江戸切子やりたいやりたいって言い続けて念願かなったので本当に嬉しかったですし、やってみて思ったのが、想像していたよりも本当にこう詳しくじっくり教えていただけて、伝統工芸って触れてみて初めて分かることってたくさんあるんだなと感じました。彩りガラス工芸さんは SNS もされてますので、皆さんぜひチェックしてフォローしてみてください。そして、あ、こいつ荷物増えてんなと思った方いるでしょうか。はい、そうです。こっちが作った江戸切子、こっちが亀戸餃子さんでテイクアウトもしてきました私あの結局ね、実は3皿食べたんですけど、さらに3皿焼く前のものをテイクアウトしてきました。亀戸餃子さんではですね、焼いたものと焼く前のものと両方テイクアウトできますので、皆さんもぜひご利用ください。ということで、マリナル気になるサイド B、 実は今回が最終回ということになってしまいました。でもご安心ください、チャンネル名情報局はまだまだ続きます。ということで、4月からはリニューアルしてお届けしますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。バイバイ。